きます、清美です、今日はですね、ちょっと日中バタバタしてしまった関係でほとんど動画撮れない一日になってしまったんですけれども、その疲れをも吹き飛ばす商品がですね2つ、大きな散財になりましたが、届きましたので開封していきたいと思います。まずこれですね、これはね多分メモリだと思うんだけれども、 SD カードを追加で1枚買ってます。それからこちらがメインですね。じゃじゃじゃんということで、よいしょ、中上にフィルムがしないといってる Vlog カメラ ZV-1 ということで、ついに買ってしまいました。 ZV-1 ということになります。いやもうこれね結構悩みに悩んだんですけれども、まあやっぱしね長くこう動画を撮っていきたいというようなところもあってですね、まあ今回はやっぱし映像それから音声そういったところはある程度いいもので揃えたいなっていうところもあったので、今回2位ということで、ZV-1 買ってみました。で、まあ、今の動画は GoPro Max で撮ってるんですけれども、明日以降の動画ちょっとこの ZV-1 を使っていろいろトライしてみたいと思います。はい、ということで改めてなんですけれども、今回買ったものが ZV-1 の、このシューティンググリップが付いたモデル、それから、液晶の保護フィルムと SD カードですね。まあ SD はあるんですけど、まあこれから 4K の動画も撮ってみたいなっていうところで、ちょっと追加で買ってみました。細かい仕様だったりとか、まあ使い心地、性能みたいなところは、こういうカメラとかのね、専門で、やられているチャンネルの方を見ていただきたいなと思うんですけれども、今回ですね、まあこのカメラを新しく買ったというところで、改めて動画のねランクをこう一つ上がれるように頑張ってみたいと思っています。はい、ということで冒頭 ZV-1 のね、開封を見ていただいたんですけれども、本当にね、喜びもつかの間で、実は今日日中ね結構こうごまごまと忙しい仕事が重なっちゃったもんで全然飽きられなくて、まあ、本当はね開封だけちょっと取って充電しておいて ZV-1 使ってみたいなと思ってたんですけど、そんな願いも叶わずですね、というところだったので、今日は綺麗な景色をね眺めながら、まあ、何かしらこう一つ二つ話をしてみようかなというふうに思っています。でですね、今なぜか旋回を始めましたが、よく分かっておりません実はこれフラッシュシミュレーターってカメラの画角が、もうまたこれもカメラの話になっちゃうんだけど、3つあって、こうコックピットで見る視点のモード、それからエクスターナルっていう外側から見るモードで、これにはこんな感じで景気が表示されるんですよね。だからこう外側から見ながら自分で操作することができるっていうのが2つ目、それからショーケースっていうモードがもう一つあって、このショーケースにすると何もこう景気の表示されない絵柄を楽しむことができるっていう、こういうモードがあるんですよね。で今もうショーケースにして、しかもマニュアルで飛んでるんで、このセスナは惰性で飛んでいるっていうね、もうそういった自由奔放な撮影をしておりますけれども、今回来ているのはキーウェストっていうところです。ロリタ半島の土先のところにある綺麗な島々なんですけれども、まあ、ここのキーウェスト、実はフライトトレーニングしてる時に実際に行ったことがあって、このね綺麗さ、海の透明度、ぜひ行っていただきたい名所の一つですね。これねずっとこう道が連なってて、メインアイランドが空港あるので、まあ、そこまでね飛んで行って、まあ、そこからは遊び歩くことができるということで、僕の場合は帰国するちょっと前に、駆け込みみたいな感じで行ったんで、まあ、あんまりこうゆっくり過ごそうとか、まあそういうことができなかったんですけれども、ちょっと海で泳ぐだけでも行く価値がある素晴らしいところです。結構フロリダの人たちは夏のバカンスでね行ったりするらしいんですけれども、このね青さ、透明度、ちょっとこれ透明度がねフライトシミュレーターの場合どこまで表現できるかっていうのはあるんですけれども、ちょっと高度を落としていってみましょうかね。さあ、ということで降下するまでちょっと時間がかかるので、そちらは流し見していただいて、昨日ねこんなコメントをいただきました。
最近親子で趣味にハマっています。でスカイホークは息子が好きな機体なので楽しみにしておりますし、私はボーイングやバスがとても楽しみです。で動画ありがとうございますということなんですけれども、いや親子でねフライトシミュレーターを楽しめる、いや羨ましい限りですね。うん、うちなんかはねもう本当僕が始めた頃ってもうそれこそパソコンもそこまで普及してなかったし、あの一番、まあ、普及してなかったっていうと嘘なのかな、うちに来てなかっただけかもしれないけど、あの当時ねやっぱしスペックに対してフライトシミュレーターがあの要求しているものが結構高くて、今はもう普通にね結構ハイスペックな PC が10万20万ぐらい出て回っているし、一般家庭でもいやまあちょっといいの買っておこうかっていうのを全然やると思うんだけど、当時そんなことは全然なかったから、それにねこう無理くりフライトシミュレーターを入れて結構こう怒られたじゃないけど、何これ入ってんのっていう風に言われた記憶があるんで、こういう風にね親子で楽しめますっていうのは本当にね羨ましいね。もうぜひ、これから先のね、スカイホーク、解説、それからボーイングエアバスの解説もですね合わせて楽しんでいただきたいなと思いますね。本当にこういうコメントいただけると、やる気が出てくるというかね、まあ、本当にありがたい限りです。ありがとうございます。高度下げてきたわけなんですけれども、あめちゃくちゃ綺麗、どうよこれ。もちろんその衛星の写真データか、うん、を使ってるんで当然ねこうそこそこの見栄えになってるっていうのもわかるんだけど、いやそれでもねリアル。これはちょっと舐めるように飛んでみましょうかね。でせっかくなので外側からのビューで飛びましょうか。うわこれはハマるわ。あでちなみにこれセスナースカイホーク選んでるのはコメントに感化されて選んでおりますね。やっぱしね2だよね。うん、ま、本当にねこんな雑談動画をまた上げてしまっていいのかっていうね。まああの今日喋りは半分で、いや2割でねこの景色を見ていただくというのが一番ですから、綺麗なキーウエストの景色ですね見ていただければと思います。でちなみにあのちょっと前の動画でも話したんですけど、この見ていただいているので、だいたいこうマイクロソフトの出している要求スペックのミドルスペックかミドルハイぐらいだったかなの設定の映像ですね。まあ、だからやっぱしね地形が潰れてるところとかあって、これがもう一番最高画質まで上げるともう少し綺麗になったりっていうのは当然あると思うんで、まあ、そこら辺はね兼ね合いでやっていただければと思っております。いや本当にねキーウエスト実際行った時の見栄えとね、まあ、遜色ないって言ったらあれなんだけれども、あのまさにねこんな感じですごく自然の綺麗なところが続いていて、ちょっとさっきからね見ていただければ分かるんだけど、この左下の部分見たら出るかな、そうここにね見えるようにハイウェイがずっと通ってるんですよ、この島国を縦断するように。なのであの飛行機でなくても車でも行くことができるところです。フロリダ半島の先のマイアミ下って、タンパの方抜けてから車でねこうずっと島国を巡ることができるっていうので、結構そういうところでもおすすめのポイントですね。結構あの行くこと自体はねあのかなり大変なところではあるんですけれども、行く価値はあるっていうところで、もし行くチャンスがあれば皆様行かれてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、ZV-1 の開封と、なぜかキーウェストの島国を巡るというですね、まあ、よくわかんない組み合わせの旅になってしまったんですけれども、明日からですね ZV-1 を、うまく使ってですね、新しく動画をねどんどんクオリティ高いものを作っていけるようにですねやっていきたいと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。ということで最後は着陸シーンをお見せして終わりにしたいと思います。なんか突然やってきた着陸なんでうまくいくか分かりませんが、キーウェストの空港ってねこんな感じで本当に短いランウェイです。ちょっと正確な数字忘れちゃいましたけど、最後ねこの街並みの上を抜けて入っていくというところですね。一応ここはねメインアイランドになると思います。でここのメインアイランドを軸に他の島国に遊びに行くっていう感じですね。もうなんか動画を閉めたんだか閉めてないんだかよくわからない感じで、
ダラダラと喋り続けてしまっていますが、はい、ということで、無事に着陸できたところで、本日の動画を締めさせてもらいたいと思いますけれども、ZV-1、いいカメラをですね、買ってみまして、まあ、明日からねちょっとでも動画のクオリティが上がればいいかなと思ってます。でそれから、Microsoft の2020の方もですね、今まさに撮影と編集とっていうのを繰り返していますので、解説シリーズ楽しみにしていただければと思っております。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、それから高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは。